はい、ふなぱんです。引き続き、のび太の爆笑物語遊んでいきます。よろしくお願いいたします。今日は1年目の夏の最終日ですね。30日となっております。はい。で、まずは、あれだな。鶏小屋の材料が足りてるかのチェックで、多分足りてなかったと思うんですよね。40、31、32、45の41だから、普通の木材が1個取れればいいか。なんかちょっと早朝でなんかずっと牧場の世話とかしてたんですけど、なんか何もないかな。何もないっすよね。牛がいるぐらい。なんかカブトムシとかってどのタイミング、夜とかに捕まえられるのかな。セミとかもこの大きさで見ればいいってことか。なるほど。あ、リスさんいるから挨拶しとこう。よしよし。よいしょ。あれ？なんかいるぞこれ。ヤマクワガタ。え？なに、朝だけにいるの？というか、クワガタ、クワガタって、取ったことないから。お？いるじゃん。平ったクワガタ。え？まさか朝に来なかったらいけなかったの？夏の。あ、クマさんにも挨拶しておきましょう。え？他いないよな。まさかの。あ、これはアリさんとか。朝一もあれなのかな。ちゃんと。お散歩とかしないといけないのか。あれ、もういないな、どこにも。いないな。なんか岩のところに一匹いて、木のところに一匹いましたね。これは、売れないな。来年のイベントのために。夏はお外で遊ぶ季節なんだ。はい。お猿さんにも会話してないから、物が多いな。よしよし。で、コロコロとあれか。ちょっと戻って、食べるができたのか。
あ、これが普通だ。もういないよな、さすがに。クワガタの出没タイミングとか場所とか知りたいな。本当な朝一だけしか出てこないの。しかも星1個と星 0.5 しかない。いや、これでは来年の夏では勝てないですね。草木とかにもないよな、さすがに。何日かに1回はあれっすね、なんか移動する日にち、時間帯、これはずっと朝だけ、朝一に牧場の輪をやってっていう流れでしたけど、変えていかないといけないのか。奥が深いな。全然捕まえてないから、これはしまって、で食べ物はあれだな。よし、じゃあ来年の、あれですね。あ、来年じゃなくて、秋のために、耕しもちょっと知っておかないとですね。石のアーチ。なんかそろそろこういうのも、フェンス。木のフェンス。なんか作っていっても良さそうですね。よく来たな。資産はまだだな。サイロなくてもいけるのこれ。え、じゃあなんか入れときます。全然知らなかった。なんか押し間違えたらなんか出てきましたね。じゃあおやつを分けよう。すんごい牛がくるんくるん回転しましたけど、
起きた。と、耕すのと、あれ？話したっけな？話してないよな。よしよし。うん。ああ、間違った。ということは、あそこにも起きるんだ。ちょっと卵を回収したら、20個までは起きるんだ。置いてみよう。満パンまで入れられるんだ。で、どういうこと？サイロの必要性が。え？サイロ。まあ、いいか。じゃあ、あとあれか。とりあえず、ここは全部離したから、餌をあげよう。違うな。物々交換しよう。よいしょ。さて、なんだ？なんか見栄えが大きくなりましたね。よいしょ。おお、来た。ラブか1個目。2個目。おまんぼだった。で、夏の最後に、あれかな。あ、ここら辺が回収してないな、全然。例えば。え、また。大きなカバンでもちょっと限界になってきたかな。あら。よいしょ。サンゴはなんか確か一回あれなんですよね。あ、チゴはなんかお使いでイチゴをください言われたらいけないんで、で、確かティラルちゃんが、ティラルちゃんがじゃないな。
ランチ君がティラルちゃんに、一回サンゴを渡したイベントがあったんで、サンゴ好きかもしれないから、ちょっと、持って行ってみようかなと思ってます。もう昼だで泳げないのに何しに来たんだ。いや、今から泳げますね。ないよな。もう本当に今日はあれですね。秋のための準備をして終わらせればいいかなぁと。ということもあるので、雑貨屋さん。今行こうかな。あれ、餌置いたっけ？置いてる置いてる。と、おう、で、あれなの、パンパンになるまではこっちに置いておいて、で、ティラルちゃんは。いるかな？あ、なんかイベントだ。え？急に2階行った？あ。まさかのまたコロバックル事件ですか？完全に悩んでるじゃないですか。あれ？よくつかつかと入ってくれんな。はい、コロボコロおじさんね。エティさん一人でずっと店番してるから、最近エティさんも疲れてみたい。なるほど。私も頑張ってるんだけど、やっぱりパパに戻ってきてほしいな。ますますいないんだ。仲は悪くなってると。確かにパパの行動は最近変だけど、パパとママには仲良くしてほしいの。きっと大丈夫だよ、ティラちゃん。僕にはネラルさんがそんな悪い人に思えないし、きっと何か訳があるんだよ。そうだね、きっとすぐ仲直りできるよ。ありがとう。二人ともありがとう。芝に戻るから二人ゆっくりしててね。え、置いていくんだ。そうだね、まずはネラルさんの行動の原因を突き止めないといけないな。そもそもコロボックルです。本当、あ、もうそろそろまさかコロボックルに出会えるかな。確かにこの辺りの絵本や昔話は必ずIT ほど出てくるんだ。へぇ。それが実現するって決め手にはならないけど、コロボックルを見つけるとどうなるの？それが書いてないんだ。ほとんどの場合、コロボックルは生活や親子の話が本の題材で、人間の生活に潜んでいたり、いたずらしたり、仲良くしたり。こんなお話さ、本当に妖精みたいな存在なんだね。絵本に出てくるだけの存在にしてはやけに詳しく書かれてるのも多いんだ。ワクワクするけど僕は見たことないかなと思う。妖精追ってるのかな。一緒なの見ると見つけてほしいよね。それに早く見つけないとエティさんもティラリちゃんも困ってるし、何かできることがあればいいんだけどな。そうだ、なんとかしてあげたいね。まだ出ない、出会えないか。で、よし。どこだ？こんにちは。夏バテに気をつけてな。中にいるのか。お手伝い中か。こんにちは。
サンゴ喜んでくれるかな。ありがとう。ああ、いつも通りだったか。じゃあ母親に。ありがとう。じゃあおばあちゃんにはおやつをあげよう。じゃあ、アッキーの、あれ、うわ、これあれだなぁ。うわぁ、ちょっと、アッキーのやつ、売ってないですか？アッキーの。ないんだよなぁ。1日から欲しいけどなぁ。今日はお休みかな？あ、さっきしまったんだ。鉄のじょうろ。作れるから、あ、けどあれだな。ニワトリ小屋が作れなくなるな。我慢だ。じゃあ先に加えて、ここら辺に。どうだから、お、二つできる。こう。と入れくんないかな。これで20か。で、アッキーのやつは今は何度か、ナスは1回で20以上あるからもう作っちゃおうかな全部。まあ秋の収穫、違う作物コンテスト優勝したいけど、あ、しかも牧草とかもあるのか。これがちょっと一列に、あと小麦も一列やってみようかな。けど結構体力使うな。そしたらなんだろうな、超高級肥料とかっていうのが、いずれか手に入るのかな？もうちょっと、今回は、結構、まあ、どのぐらいかな。全部巻くのはちょっとやっぱまだお金が足りないからあれなんですけど、半分ぐらいは全部高級肥料
巻きたいな。あ、なにこれ。あ、星5になったら王冠がつくのか。で、あれだ。そう、クワガタ。どの季節の時間帯に取れるとかっていうのではないんだな。はあ、なるほどね。体力16になってしまったな。ちょっと、あ、そうだ、コロバクロおじさんにいないな。あれで、あれだ、ピーナさんにも話してないな。今日はあれ、どれかな。かぼちゃ、かぼちゃあげてみよう。硬いから怒られちゃうかな。よしよし。あ、そうだ、癒し腕は今日は渡す予定だったの。ちょっと一旦かぼちゃをあげよう。ありがとう。あ、まあいつも通りか。じゃあ腕輪を渡そう。やれやれ、ようやく一つか。でも一つが見つかってよかったわ。本当にこの方法で元の時代に帰れるのかな。あ、この調子で帰るのはいつになることやら。そもそもドラえもんが秘密道が取られてなきゃこんなことにならなかったのに。そんなこと言わずにさ。ちょっと、ごめんね。なんだか楽しそうだなって思って。私の子供が元気に育っていればなんて。ミナさんのお子さんってどういう子だったんですか。男の子で小さくておとなしくていい子だったわ。生まれてすぐはぐれてしまったから詳しい。別に。あれ？体重っていつできたんだっけ？ミナさんの子供が生まれたのはいつなの？ウェル、少し前ね。もしかして。この時代でまだ生きてるんじゃない？そうだな。そうだな。80歳ぐらい。80歳くらいの男の人って言ったら。え、ヤーメンさん80歳はまだ行ってないでしょ。そうか。そうだね。ブルさん。そういえば胎児の前でたまに眠っているのを見かけるわ。でも違うと思う。母親の勘。女神の力を使えるようになったら元の時代に帰ることができるんだから。それなら早く秘密道具を見つけないとね。お願い。仕方ねえな。僕たちも早く帰りたいしね。よし、早く見つけに行こう。またね、バイバイ。ランチの家があるし雨宿りさせてもらおう。みんなどうしたの？雨が降ってきたんだ。
この絵を出させてくれよ。びっくりしてったよ。いいよ。アッシーさんは眠ってるよ。少し元気ないんじゃないかしら。まあ、あんなんじゃねえの。元気なさそう。どうしたの？嵐になったりしないか心配でね。作物が心配だもんね。それもそうだけどね。ハッシーさんが言ってたんだ。胎児が嵐から守ってくれるってね。おばあちゃんが言うことは信じないでって。雨が止むまで時間もあるし、少し大嵐の話をしようかな。実は、うちに大嵐が来たんだ。それに、この時外に出て行った住民のうち何人か嵐と一緒に連れて行かれちゃったんだ。しかも、この中にはおばあちゃんの大事な人もいたらしい。大事が守ってくれるなんて。おばあちゃんが言うには連れて行かれた先でまだ生きてるんだって。この話信じられるかい？信じるしかないですね。だって。そうじゃないとあんまりじゃない。まあいいけど。嵐に巻き込まれた人。この人たち時代よ。大樹が暴走し別の時代に。なんだい？なんでもないよ。少し言わないんだ、別の時代で生きているって。それは。雨が止んだぞ。それじゃ僕は仕事の続きをするよ。ありがとう。またね。うん。なんか便利グッズが手に入るのかと思いきや何も入らないですね、この腕輪については。でまあもう体力もあまりないし、今日はもうちょっと早めに動物しまったら終了ですかね。猫さんたま奇跡的にいないな。はい。入りましょう。うん。これで秋の準備はできたな。はい。では、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。では、のび太くんおやすみなさい。